ともチャンネル。こんにちは、ともともチャンネルでございます、はい、こちらのスーツケースでございます。これもついてたんですよね。はい、グリフィンランドの、スーツケース、FK10371 ファスナー開閉式というものでございます。私がこれに何を施そうかというとですね、先日ちょっとお見せしましたこちら、でん、はい、イノチャンネルさんのステッカーと、このイノチャンネルさんの、1000人記念と2000人登録者の時の記念のこのシールをどこぞかに貼っていこうじゃないかと思ってるんです。はい、でこれ多分安いん でアマゾンなんで結構たくさん持ってる方がいるんじゃないかと思いまして、まあ、こういったシールを用意した次第でございます。ニコンのシール、スバルのシール、このチャンネルさんのステッカーが2つ。ただちょっと一点心配なのは、これボコボコしてるんですよね、素材が。なんでこれちょっと剥がれちゃうかもしれないんですけども、まあちょっとそこはですね、がっつりとカバーして、何をカバーするのかよくわかんないですけど、まあちょっと仕方ないということで貼っていきたいと思います。もったいないかもしれない。これでイノチャンネルさんが空に飛び立ちます。なんと九州へ飛び立っていただくことになるでございます。で、熱を加えて浸透させるような形で、本当はホームセンターなんかで売ってるブレーキ、パーツクリーナーとブレーキパーツクリーナーっていうんですけど、アルコールがこうシューッと出るようなものでティッシュでこう拭いてからやると油分が取れるので、もう 100% いいんですけど、ちょっと実はそれが今手元にないので、こうさせてもらいました。どうでしょう、もうちゃんねここに貼らせていただきました。それで、このセンスのない私がこれどこに貼っていこうかなと思うわけなんですけども、でこれをこうしましょうかね。そしたらこれいいですよね。よいしょ。本当は大事にしたいんですよ。本当は貼りたくないんです。はい、こんな感じで貼れました。いいですね。でこちらと、はい、それでニコンとこのスバルのステッカーをどこかに貼っていきたいんですけども、どうしようかな。こうでしょうね。こんな感じで今貼れました。はい、そして次にニコンなんですけども、このニコン一番大きいの貼ろうと思ったんですよ。ちょっとでもそれじゃちょっとまずそう。まあ、ちょっと前回の動画でお知らせしましたけど、こういうステッカー貼ったりとかですね、センスないんですよ。動画に撮ってお見せするようなもんでもないんですけど、この大事なイノチャンネルのシールを貼っちゃったんでですね、いける。こちらからニコン、そしてイノチャンネルとスバル、富士重工って言うんですね。でこちらのトップにイノチャンネルのシールを貼ったという動画でございます。いつも見ていただいてありがとうございます。こんなくだらないチャンネル、いつもなかなかすいません。また見てね。